はい、こんにちは。自費リハビリ整体院態度の、河合と申します。よろしくお願いします。神戸市の、スマック板宿の、駅近くですね、はい、駅地下、徒歩5分ぐらいのところになるんですけれども、新しく自費のリハビリを提供させてもらう、施設という形で、オープンさせていただきました。はい。でですね、最近ちょっとその自費のリハビリっていうものが結構増えてきてます。この動画を見てらっしゃる方はその自費のリハビリっていうのをご存知の方も多いかなと思うんですが、ちょっと軽く説明させていただきますと、例えばですけど脳卒中、脳梗塞とか脳出血で障害を持った方ですね、発症してから3ヶ月ぐらいですね、病院で入院してますよね。はい。で、病院のリハビリっていうのはもう最近は結構充実してきてる風に言われてるんですけれども、はい、3ヶ月で回復期のリハビリとかね含めると5ヶ月とか、長い方だと6ヶ月とかっていう方もいらっしゃるんですが、はい、徐々に入院できる期間っていうのが減ってきています。はい。その背景としてはですね、はい、国の医療費がかなり増えてきちゃってるっていうことから、なるべくその入院期間を、短縮しましょうっていう話になってきてるっていうのもありますし、はい、そういう背景で、どんどん退院っていうのを進められてしまうんですよね。はい。長期入院はなるべく避けていくっていう形に今なっています。はい。で、退院してからなんですけど、その、ね、障害を持った方ですね、患者さんは通所リハビリとかですね、はい、訪問リハビリっていう形で、退院してからですね、はい、リハビリは継続していくんですけれども、やっぱりどうしてもですね、病院で1日に3時間とかリハビリしていた方が退院してからですね、急に30分とか40分とか、長くても1時間あるかないかですよ。それぐらいしかリハビリができなくなってしまう、現状なんですよね。はい。3時間今までみっちりリハビリしてきたのに急に1時間未満になって、かなり不安があるみたいで、私もですね、その病院で働いてた時、入院しててね、担当してた患者さんが、例えばこうたまに遊びに来るとか、病院に診察の時にちょっとリハビリ室に寄ってくれたりすることが何度かあったんですけれども、はい、みんなやっぱり結構不満というか、リハビリが物足りないっていう、時間数で物足りないっていうこともありますし、そういう問い合わせをよく聞くことがありました。他にもね、通所のリハビリとか、訪問リハビリ、体を揉んでくれるだけ、言ったらその機能改善ですよね。脳卒中で言ったら麻痺、運動麻痺、半身不随で、例えば右の半身不随しているような患者さんであれば、その麻痺が改善するためのリハビリっていうのは、してほしいわけですけども、ただ揉むだけですよ。結局マッサージするだけみたいな。はい。でどうしたらもうちょっと良くなれるのかなとか、週1日に3時間もリハビリしてたけど、退院してから1時間しかなくなっちゃって、でちょっと動きにくくなってきたなみたいな、問い合わせもよく聞きました。そういう問い合わせがあっても僕がこうリハビリしてあげますよみたいな感じにはできないんですよ。僕は実際病院のスタッフでしたので、病院でリハビリ受けるんであればリハビリね、させていただくことできるんですけども、どうしてもそのね、病院の外になるとやっぱそ新しくその介護保険を使ったサービスっていう形でもう紹介するしかなくて、はい。でその紹介もですね、どこの施設がどれぐらいリハビリできるのかっていうのも正直分かってはないんですが、退院後の
リハビリっていうところがどれだけ充実するかっていうのが重要になってくるっていうふうに、まあ、思ってます。で、まあ、やっぱり、ね、インターネットでもこう調べてるとですね、まあ、みんなやっぱり、まだその通所リハビリとか訪問リハビリ、まあ、他にその、まあ、退院してからのリハビリの環境っていうのが不足してるっていうふうに、まあ、結構書かれてたりしてまして、はい、まあ、国自体の方針も結局は医療保険とかね、介護保険とかね、まあ、その公的な保険を使わないリハビリっていうのをどんどん推奨していってるみたいです。はい。で、まあ僕もですね、まあ、経験は7年しかないですけども、まあ7年もあるのかちょっとわかんないですが、まあやっぱり脳卒中をまあ主に見てきた中で、はい、脳卒中の方ですね、まあ、今後やっぱり退院されてから20年、ね、長い人だったら30年とか多分その障害と付き合っていかないといけないと思うんですよ。はい。で、やっぱりね、退院していきなり1時間しかリハビリがないとか、でしかも毎日じゃないわけですしね、はい、まあ、どうにかお金払ってでもやっぱりリハビリ受けたいっていう方はもうすごいたくさんいますし、はい、まあ、良くなりたい人 にはやっぱり良くなる、リハビリっていうのをどうしても提供してあげたくて、はい、っていう形で、まあ、僕もこの自費のリハビリですね、保険外のリハビリサービスを提供できる、まあ、場所を作ったわけです。はい。で、うん、で、まあ、姫路に住んでたんですよね。もともと姫路で、まあ、大学を卒業してから、まあ、7年間こう働いていたんですが、まあ、なんで神戸で開いたかって言ったら、まあ、もともと神戸で育ってるんですよ。はい、まあ、生まれは東京の方なんですが、まあ、こう小学校からずっと大学卒業まで神戸で、まあ、いまして、まあ、僕もいずれは神戸に戻りたいっていうのも、まあ、ありまして、まあ、神戸を、まあ、拠点にね、自分のお店持ちたいっていうのは、まあ、将来の目標でずっとあったんで、はい、まあ、その夢が、まあ、一つ達成できたんですが、まあ、次の夢としてね、退院されてからですね、看護師さん、介護士さん、うん、まあ、いろんなそういうスタッフがやってくれてたものが全部自分でやらないといけなくなった、まあ、そういう現実を体感して、やっぱりこう、うわ、自分無力だなとか、すごいこう、まあ、仕事戻りたいとか思ってたけど、もうそもそも生活すらまだまともに遅れてないみたいな、やっぱりそういうことを感じられた方っていうのもね、まずはそこの手助けをしたいっていうのも、まあ、僕の役目かなっていうふうに思っています。はい。で、まあ、基本的にはですね、板谷戸の方でさせてもらうんですが、もう訪問の、うん、リハビリもさせてもらってます。はい、自費の訪問リハビリっていう形になるんですが、はい、保険になるとですね、まあ、何単位って言って、まあ、1日にどれぐらいできるかっていうのはその枠が決められてるんですが、もう実際に払ってるお金を払うのはまあ、お客さんなわけで、まあ、国は全然噛んでないですから、時間っていうのは特に制限はありません。なので、まあ、希望があれば、はい、時間はたくさん確保できますし、まあ、僕は体一つしかないですから、その辺はちょっと無理のない範囲になるんですが、まあ、やっぱりそれだけ制度に縛られることなくできるっていうところから、まあ、自費のリハビリですね、保険外のリハビリっていうのを最近注目されてきています。はい、そうですね。あとですね、まあ、僕のリハビリですね、まあ、その実績としてなんですけれども、脳卒中の患者さん、まあ、脳出血ですね、脳出血の患者さんですね、55歳ぐらいの女性の方なんですよ。はい。で、保険会社で働かれてて、まあ、営業とかで結構お客さんの家に訪問っていう形でこう行ったり来たりをしてることが多かったみたいなんですが、
まあその患者さんですね、入院してた時は僕はあまりリハビリする機会はなかったんですよね。まあ、担当ではなかったんで、担当してたセラピストが、まあ、休みの時に僕がリハビリをするっていうような感じだったんで、まあ、多くても週に1回とか、2回とかぐらいしかなかったんですけど、まあ、でもその人すごいやる気も ありますし、まあ、麻痺としてはね、まあ、装具、足首に装具をつけて杖持って歩くっていうところぐらいはできるんですけど、まあ、結構歩くスピードも遅いし、家の中でもちょこちょこ転んだりしてる方がいたんですよ。はい、でまあ僕がその病院辞めてですね、 Facebook ですね、まあ、たまたまそのつながってたんですよ。はい、でまあそこからですね、まあ、僕も独立しますっていうことで、ちょっとお声かけさせてもらったんですね。はい、なら、まあ、僕のリハビリ彼女からするとかなり特別感があったみたいで、もう声かけられたらもうすぐに連絡が返ってきてですね、まあ、自費でも全然お金払うんで、リハビリしてほしいんですよっていうふうに、まあ、返答いただいて、まあ、そこからリハビリするようになったんですね。うん、で、まあ、入院してからね、ちょっと期間が空いてたんですが、まあ、かなり入院してた時よりも手が上がらなくなってたりとか、まあ、歩き方もちょっと無理があるなっていうのは、まあ、感じてたんですよね。まあ、僕に病院で働いてて、まあ、外来で来てたんで、まあ、ちょこちょここう、まあ、リハビリ室こう歩いてるとこは横目で見ながら、まあ、たまに声かけながらしてたっていうのもありますし、はい、まあ、ちょっと動きにくくなってきてるっていうのはもう目で見て分かってたんですよね。はい、で、まあ、リハビリ実際にこうしてみるとですね、やっぱりこう自分はもう動けないっていう風に結構感じてるところが、もう無意識にですね、自分はもう障害持っててここまでしかできないみたいな、こうなんだろう、自分で壁を高くしちゃってるというか、 僕らからすれば全然できることなのになんでそれしないんですかみたいな感じになると、なんかこうここまでしかできないんですみたいな、うん、でちょっとこうヒントを与えてあげたりとかね、ちょっとワンポイントでアドバイスを渡すとですよ、すぐこうクリアできたりとか、思ってたよりもできるんだみたいな感じを、感じてもらったみたいで、こうやっぱり自分でこうね、伸びるはずなのに、自分でこう制限かけちゃって、で、結局ね、で活動範囲ですね、まあ、その外出したり仕事したりとか、まあ、できる範囲をどんどん狭めてるっていう現状があったんですね。はい、でまあやっぱりこれはやっぱりそういうね、専門的な知識というか、その人にね合った方法でアドバイスしたりとか、まあ、その、麻痺を改善するような施術をしたりとかっていう形で、まあ、しなければ、どん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 やっぱり落ちていく一方なんだなっていうのはすごい感じました。うん、で、まあ、そこからですよ、一緒にリハビリするようになりまして、自費で、まあ、僕もお金をいただいてですよ、リハビリをするようになりまして、まあ、その彼女がですね、目標としては、まあ、仕事に戻る、仕事に復帰するっていうことと、旅行ですね、はい、沖縄とかハワイとかに行くのが結構好きだったらしくて、はい、まあ、そういう旅行をどうにか達成できるようになってほしいっていうのが、まあ、まあ、ありましたし、まあ、彼女もそういうのが目標だったんで、まあ、それちょっと行けるようにしましょうかっていう話で、うん、目標立てたんですよね。うん、で、まあ、まずはですね、やっぱりお金がなければハワイには行けないわけですし、まずそのお金のところを確保するために、職場復帰ですね、職場に、まあ、戻るっていうことを、まあ、第一の目標として、はい、最終的には旅行へ行くっていうところに、まあ、段階踏んで考えていったわけですね。で、まあ、じゃあ次にその何が問題で仕事に行けないのかっていうことを、まあ、考えた時に、まあ、彼女の場合はですね、保険会社だったんで、保険会社も結構理解はあったんですよね。その障害者に対しての理解もあったし、障害者がまた職場に戻るっていうことに対しても、
会社としてもすごい理解はあったんで、まあ、その辺すごい幸せだったなとは思うんですが、まあまあ、職場の環境をまずは整えていく必要があるっていう形で、まあ、僕と、その女性ですね、お客さんと話したところ、まあ職場の上司、部長ですね。部長さんは、まあ、戻ってきてくれるのはいいんだけど、やっぱりちょっと怖い。何かあったらどうしようみたいな、ことであったり、まあね、お客さんである女性ですよね。どれぐらいのリハビリを継続していけば今の体 現状の身体機能を改善することができるのかなとか、はい、まあ、そういうところを、まあ、総合的に見た時に一回私がその保険会社に行った方がいいなと思ったんですよ。上司の方ですよね、の理解も得られやすいし、多分その場でこう問題解決できるっていうのが、まあ、あったので、はい、行ったんですね、はい、その職場に行ってきました。で、まあ、見てみるとですよ、まあ、基本会社なんでそんなに段差があるわけでもないし、ただちょっとやっぱ通路の狭さであったりとか、そのオフィス内のこうなんだプリンターまでの経路とか、はい、トイレまでの、まあ、経路ですね、まあ、動線がどれだけ、まあ、その人にちゃんと合ってるかとか、どんなものが障害物になるかみたいな話をさせてもらって、で、まあ、環境をちょっと作ったんですよね、はい、まあ席とかはね、それだけ動きやすいところをちょっと確保していただくとか、あとですね、そのシフトのところですよ、はい、仕事を何時から何時まで仕事するかとか、はい、っていう、ところまでしっかり説明させてもらって、まあ、リハビリには週に何回リハビリした方がいいです、今までリハビリ週に1回だったところに1回でどんどんやっぱり入院してた時よりも動きにくくなってるのは目に見えてましたし、ちょっとやっぱり何回ぐらい確保できるようにちょっと勤務の調整 していただけると、まあいい身体機能維持もしくは改善できると思います、っていうふうに伝えました、はい、まあ、かなり理解が得られたので、まあ、その辺部長の方から会社ですね、もうちょっとの役員の方たちと、まあ、その辺のやりコミュニケーションを取ってもらって、で、まあ、僕のお客さんである女性 の働きやすい、まあ、環境、職場の環境です、オフィスっていう環境と勤務状況ですよね、はい、何時から何時まで働いて週に何日間働くとか、はい、っていうような形でアプローチかけていったんですよ、はい、仕事に、まあ、職場復帰もできまして、はい、その女性もですね、だいぶこう悩みっていうのが取れたみたいで、まあ、意外にやったらできるっていうのもちょっと感じてきてくれたみたいで、はい、この前ハワイに行ってきたみたいですね、はい、で、まあ、ハワイ行ってきてですね、まあ、旦那さんがマラソン、ホノルルマラソンに出るから、まあ、それを応援するというか、まあ、一緒について行ったっていう感じだったんですが、特に問題なく転んだりとかね、まあ、そういうこともすることなく、すごく楽しんで帰ってきてくれたみたいで、はい、すごい僕もね、あ、やってよかったなっていうふうにはすごい感じますね。まあ、他にもね、お客さんは何人かいらっしゃいますけれども、はい、一番典型的な例ですね、はい、脳卒中の方で、まあ、家に帰ってみたけど伸び悩んで仕事にも戻れなさそうだなとか感じてたり、はい、まあ、旅行、これからの旅行も行くことできないだろうなみたいな風に、やっぱどんどんこうネガティブになっていった方だったんですよね。まあ、それがやっぱり僕がこう介入させてもらうことで、まあ、もう劇的に生活が変わってますね、はい、犬を飼うようになったし、訪問で行ったら家に2匹ぐらい子犬がいるんですよ、
はい、もうちょっともう最近すごい噛まれるから痛いんですけど、まあでもその方のためにねリハビリしないといけないですから行かせてもらってますが、はい、施術はですね、はい、そんな感じでやらせてもらってます。はい、まあ今回はちょっと私の紹介ですね、まあ整体院オープンしましたっていうご報告と、まあ代表である河合陽介、私の自己紹介と私の実績としてですね、まあ一つちょっと例に挙げてみたんですが、はい、脳卒中に限らず、はい、まあ、神経難病とかですよね、はい、パーキンソン病とか、あと筋萎縮性側索硬化症とか、脊髄小脳変性症とか、多発性硬化症とかも見てきましたし、あと何だろう、骨折は全般見てますね、はい、大腿骨の頸部骨折、はい、膝関節の変形性の膝関節症とか、はい、まあ、人工関節にするような場合ですよね、そういう方はね、まあ、足首の骨折とか、まあ、他にもその圧迫骨折、腰の骨折、まあ骨折じゃないですけども、あと腰部脊柱管狭窄症、ヘルニアですよね、かなり多く見てきてますので、まあ、まずこんな病気は見てもらうことできるのかなみたいな疑問に思った場合は、まあ、一度ちょっと連絡していただければ、すぐに回答できますので、はい、まあ、それに合わせてですね、どんなことに悩んでるかっていうところも一つ回答いただけるとすごい参考になりますし、まあ、もしかするとそこね、メールなり電話なり、まあ、少しのやり取りで解決できちゃったりするっていうこともありますから、はい、その辺は気兼ねなく連絡いただければ嬉しいなと思っております。はい、まあ、ちょっと長くなりましたが、はい、以上が私の紹介という形になります。はい、どうもご視聴ありがとうございました。